皆様ごきげんよう。前から計画してたんですけど、今日は、たまたまあったかくなったっていうのは抜きにして釣りに出かけたいと思います。イエーイ。釣りって言ったらね、朝マズメとか夕マズメとかね、早朝とかなんですけど、まあまあ今回はそんなまあいいじゃないかということで。そうそう、ちょっともうこうちゃんがバンダメ本わか釣っていきたいと思います。まあちょっとね、道中ね、適当にちょっとこうやって動画撮っとんですけど、天気もいいしね。そうそう、やっとくのに、はい、なんかもうすごいねんけど、いつも何ですか、髪の毛伸びて今大丈夫。あ、これですか、うん、最近全然ね、切ってなくて、はい、僕は基本的に自分で切るんですよ。あ、そうなんだ。鏡見ながら、鏡見ながら風呂場で裸なって。ほんで今日その釣り行くとこの近所にさ、はい、僕がようたまに行くとこやねんけど、はい、近所にその美容院さんあるんだけど、美容院、はいはいはい、来てみ。なあ、そんな20年ぐらい切ったことないんやろ。20年、まあ20年で2回だけ行きました。行ってるんやろ。でも前行ったの10年ぐらい前です。やろう、はい、切ってみたら。10年で1回。マジっすか。釣りの前に。うん、そうそういやでもそんなん言ったら、うん、ゆうくんも。バサ切っちゃう。まあ3ヶ月ぐらい切ってないんで。あら、それゆうくんちょっと。切った方がええんじゃん。動画撮らしてもらおうよ。後で話しときます。マジですか。はい。なら、ゆうくん、切る？じゃあ、切る？はい。いきなり、めちゃめちゃいきなりやけど。いいですよ。全然切ってもらっていい、大丈夫です。ほんま？はい。じゃあ頑張って。はい。え？やっぱ俺も？そりゃそうでしょ。どうしよう。そりゃ、やっとくん切らなあかんねん。20年に2回しか切れない。いやこれびっくりするわほんま。皆さんこれマジです。僕20年で本当に2回しか美容院行ってないです。あとは全部自分でやってますから。行っちゃいましょう。こうちゃんに撮影の交渉をしていただいて OK やったらってことで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日ね、こうちゃんのお口添えにより急遽髪を切っていただくお店の前、あなたの神様ですよ。そういうことですね。あ、そうやね、神、はい、神の神ですね、ここ、はい、じゃあちょっと伸び切った2人の毛をね、そう、一体どうなるかというのが本場の、はい、まあ、こうちゃんの楽しみですね、今日は。じゃあ、ほんで行ってみましょうか。はい、はい、お願いしましょう。はい、はい、ええ感じですね。だいぶ取れてるんで、短めにしたいんですけど、はい、はい、どうしようかな。それやばいし。これぐらいの長さに。はい、はい、はい、ツーブロックでいいんですか。はい、もうずっとツーブロックで。こちらです。頭皮ちょっと見ますね。はい、はい、いやこれ怖いな、頭皮は。何怖い。どうなんですか。綺麗ですよ。綺麗ですか。これ嫌や。ちょっと乾燥。ああ。ちょっと流れてますね。乾燥ですか。この。これも残ってる、まあ、これまあ、もしかしたら角質だと出てない、しっかりと。でも、針はすごく頭皮にあるので、全然問題ないのかな。あ、良かったですね、はい、問題ないらしいですよ。色も、一昨日も言いましたけど、抜け毛が今悩みなんでやばいですね。悩みがです、それは、なんとかスコーピオンとなんかっていうやつですか。マイクロスコープです。あ、マイクロスコープね。綺麗です。綺麗に髪の毛も描いてますね。いやー、よかったですね。よかったですね。ハゲ受けたらですか。いや、でも大丈夫です。いや、よかったですね。大丈夫です。はい、あれでした、顔のスキンの方も撮ってます。撮りましょうか。まあ、これにしましょう。顔のスキンって何ですか。顔のスキン、顔毛穴を毛穴を撮って、あとでちょっとね、はい、あの、なんかパック、パックをね、いいですか、ちょっと待って、そうですね、はい、はい、いやー、すごい。いやー、汚い。これはね、いやいや、毛穴ですか。毛穴ですよ。いや、すごい。やあ、でも綺麗、難しいよ。全然綺麗、綺麗。すごこれどうなんですか。なんか大丈夫と思いますよ。見た感じなんか荒れてるような耳、うん、荒れてる感じしますよね、見た目ね。
シワもないです、ね、ゆうくんやっぱ良かった若さって大事よね。若いですありがとうございます。若いです。さっき40代行ったよかった。こういうことも見てくれるんですか。すごいですね。いや本当に、普通に髪切りに行ってもね、ここまで絶対してくれないですもんね。すごいですね。うちは特別なので。いやーさすがでございます。若々しいお肌でした、はい、いやこれだけでここまで来た甲斐ありましたよ。本当にもう幸せな気分なんですね。これからですよ。これから本番です。今からがめっちゃ長いですもんね。これ今そうそう釣り行く前にいいですよ。めっちゃいいですよ。めっちゃいい、うん、これ本当はね赤ちゃんを授乳するときに使う。あそうなんですか。授乳枕。そんなとこまで配慮いただいてるんですね。素晴らしいお客さんに対するご配慮だと思います。ありがとうございます。なかなかそういう美容院は僕は聞いたことないんですけど、いかんせん10年ぶりなんで世間を知りません。10年いかんようになった理由は何ですか。ね、20年前までは1ヶ月1回ぐらい行ってたんですけど、なんかね気に入らなかったことがありまして、それやったら1回自分でやってみようって、自分でやったらまあまあいい感じやったんで。なるほど。はい。そうですね。もう20年で2回しか行ってないです。美容院。すごい。はい、で今日が10年ぶりです。はい。嬉しい。それでは、あできた。できました。じゃじゃーん。じゃあ頭皮の診察ということで。頭皮の診察を。はい、これ失礼して。ほんまにあれですよ。胸部レントゲンとか血液検査で緊張しますよこれ。大丈夫。あ全然大丈夫です。マジっすか。マジっすか。最近本当に抜け毛が多いんですよ。綺麗綺麗。本当ですか。本当に。うん、あ全然大丈夫。ツヤツヤ。素晴らしい。ああありがとうございます。どの辺が気になる。いやもう全部です。あの髪の毛は本当に。失礼します。はい。緊張してしゃべれないです。ほら。あそうなんですか。そういう考えたらなんですか。あ、そうですね。そうですね。そう皮膚もあれなんですよ。ただ本当に健康な方が、はい、まあ、ここにポコンと穴があるんです。そうなんですか。ちょっと後ろ向きなしよ。で毛穴の、はい、まあ、太いとか細いとか、はい、まあ、いろいろありますけど、はいはい、多い方はこの毛穴から5本ぐらい出てます。マジっすか。どんどんこれがこう1本2本3本とね。あそれが抜けていってる証拠ですね。ほんならだから3、2、1みたいな。なるほどなるほど。一つの毛穴からの本数が少ないということです。本数が少ないっていう方は見えますか。それ多分ね、僕の今家に落ちてますわ。頭皮自体は綺麗ですよ。あっていうことですよね。何が。あ、ありがとうございます。頭皮が青白いのが一番いい状態です。あ、そうなんですね。はい、赤いとかちょっとちょっとやっぱりね炎症を起きてたり、炎症が起きてたりとか。大丈夫ですか。健康状態まである、まあまあ簡単に見えるってことですね。目の色素茶色いですね。いやよく言われる。素晴らしいですね。そうですか。うん、全然気にそうな。金髪とか茶色い。はい、ぜひまた金髪をさせていただきます。ありがとうございます。はい、ペタぐらいからいきます。はい、失礼します。確かに、はい、今の状態ですね。はい、ちょっと赤くなってますね。ちょっと炎症がちょっとだけあるから。ああ炎症ね。それどこのあれですか。ほっぺた。ほっぺた。ほっぺたです。いやあのね、今男の子でもね、なんかスキンケアするとかなんか言いますけど、僕一切やったことないんですよ。やった方がいいですねこれ。いいですね。ね、メンズ、メンズエステですね。メンズエステしましょう。メンズエステですよこれは。これほっぺたですね。はい、当時とはまだちょっと違う感じです、ね、全然違います ね、 ね、同じ肌でも乾燥してる。あ、僕乾燥肌です。乾燥肌。はい、完全に乾燥肌です。完全な乾燥肌で潤いを与えていきましょう。潤いをいただきましょう。はい、カットしてもらっている間に、はい、ヤットさんはどこに塗るんですか。これは、お花。お花だけ塗りましょう、はい、中身は白くないんです。黒。うわ、ちょっといいですか。はい、真っ黒ですねこれ。炭が入ってます。あ、炭ですね。はい、なるほど。これをちょっと塗っていただけるということで、はい、はい、今のこの状態から、はい、どう変わるのか。緊張します。はい、よろしくお願いします。鼻いきますか。はい、失礼します。これ面白いですよ。まだね、こうやって鼻で塗るとね、動物のような感じに。なんかあれですよね、これメジャーリーガーとか言いますよね。こういうところに黒いのなんかこう引いとる人。あ、サッカーしてる人じゃないか。昔サッカーで、ね、はい、ちょっといいところまで行ってたんですか。いや、全然ですよ。もう僕なんてもうピークは小学生ですよ。この辺まで行きましょうか。はい、いや、どっかの民族みたい。
ちょっとこっち向いてもらっていいですか。嫌です 笑いすぎやろ。あでもね、うん、今これ塗ってるだけですけど、うん、なんかね、なんか悪いものが取れていく感じが。あ、さすが。ほんでね、スースーはしてるんですよ。でもね、なんか普通のスースーしてる感じとはちょっと違いますね、これね。違います。感想です、あの正直な。はい、あ、お肌が感じるんですね。いや、これはね、気持ちいいっす。あ、癒しです。その炭でね、はい、汚れを吸着して取ってくれます。大体5分から10分ぐらい、はい、してもらうだけでも全然違います。いやでもね、うん、むっちゃ気持ちいいっすよ、これ。そう、めっちゃ気力が上がりますよ、はい、いやほんま女子力ですよ、これ。ちょっとカサってなってたところが、はいはい、今ちょっと潤ってくる。あ、なるほど。先の乾燥肌には持ってこいなんですね。乾燥肌も潤ってくる。いや、水分がどんどんこう吸収されるんですか。そう、あの中からこう出てくる感じですよね。あ、湧き出てくる。なるほど。ではちなみに、あのどこで作られてるんですか。あ、メイドインジャパンなんですね。ええ、私の社長が作っております。あ、そうなんですか。あ、じゃあ市販であるとかそういうものではないんですね。はい。いや、すごい。口コミでしか。あ、広がっておりません。販売もしてはるんですか。はい。あ、ちなみにあのホームページとかってこちらのお店はあるんですか。ホームページは今は。ないですか。まだないです。あ、はい、すじゃあインスタがあります。あ、じゃあインスタグラムとお店の住所、電話番号、お店の名前、その辺はあの概要欄の方にあの貼らせていただいて、はい、皆さんに見てもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ぜひぜひ広告宣伝費をそれにしていただくなんて。いや、どんだけの効果があるかは。うご、男前がどんどん。いやでもね、あの化粧水とかですね、はいはい、そういうメンズエステ的なこと一回もやったことないんですけど、今あの 5,6 歳若返っていってるのが感じます。あ、すごい。これはマジです。はい、今で何分ぐらい行きましたかね。もう大丈夫かな。行きましょうか。はい、あ、これね、はい、ちょっと緑で色が変わりました。チッパー塗ったでしょ、わ、はい、かるかな、これで。こっちもうツル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 。いや、ほんま色も違うぞ、これ。顔、これほら、違う。違うんですよ。なんかちょっと目も上がってる。すごいっすよ、これ。すごいよ、これ。何があったんだ、僕。事件が起きました。こんな変わる実験であります？すごいな。すごい。J&I 株式会社さんということで、まだこの会社ができて1年だそうです。まだあの生まれたての会社さん。まあ、それよりその弟分がファンタストチャンネルということで4ヶ月なんでね。J&I さんおよびファンタストチャンネルよろしくお願いします。あ、ぜひ押す、ほんま。お試しいただきたいです。いや、すごい。はい、はい、すごい、はい、失礼します。ほら、お花の強感全然違うやん。違う、前のお花。違います、違います。肌のこの傘、うん、乾燥度も全然違うし、色が、うん、そうそうそう、効果があるもんなんや。はい、今これ、あ、めっちゃ綺麗。これさっきこう、くすんでますもんね、かなり。で、毛穴にもなんかいろいろあって、で、今がめっちゃ綺麗ですよ。毛穴に何もないですもん。でもこれ速攻力がすごいですね。そうそうなんです。安全も天然由来なので、はい、全部大丈夫です。天然由来ですか。はい、天然由来です。それ言うときましょう。天然由来ですよ、皆さん。使っても大丈夫です。天然由来だそうです。これ購入するにはどうやる、どういう、ここに来るしかないですか、今のところ。そうですね、ここに来ていただいた方が、はい、うわ、ええ感じじゃないですか。顔ちっちゃいし、背高いな。こんなん先切られたら俺もう笑いに持っていくしかないんじゃん。